てきちゃったよ。来ちゃったんじゃん。うん、この間の美濃山と一緒じゃない？美濃山だけど、美濃山の一部が稲穂山じゃん。トンネル抜けるの？そう、他のトンネルを抜けると、そこは雪切りに立った。なんちゃって、ここ今受付になっております。でこのまま道なりに進んでいただくと P4 という広い駐車場が見えてくるので、その一段上が秩父紅のエリアになってますね。はい、この建物かわいいね。うん、かわいいね。サファリパークみたいな、このゆっくりなんか見ながら初めて来るんで、うん、どこがどうなってる、うん、どこ行くかな。 P4 のどこに止めんの、うん、UFO 館、UFO 館があそこにある、うん、ここの駐車場が P4 だね。あったあった、ここに止めるんだね。ついたついた、うん、皆さんこんにちは。こんにちは。今日は稲穂山に来ました。なあ、稲穂山は一山丸ごと使った自然公園でキャンプ場にもなっています。秩父盆地を一望できるパノラマスポットもあります。今日は福寿草を目的に来ました。ちょっと楽しみだね。うん、で今日も一日頑張んじゃんだよ。あ、頑張んじゃん。じゃあ行ってきます。福寿草どっかな、この上かな。秩父紅って言うんだね。あんにゃんにゃん、ここに登山届け。俳句なの？俳句出すとこだよ。そういうの苦手にやん。ほら、ここにね、出してくださいってある。わー、ちゃんこずも、今日も元気だ、頑張るんや。はい、なんだそれ。座布団1枚。あんにゃ、あんにゃ、ちょっと。あー、頑張るんや。頑張んや。これ何？これなんだろうね。ブランコあるよ。なんか木のブランコがあるみたいだけど、誰だ。いやいやいや、その前にこれ何、これ。モンバイがまだ少し残ってるね。これみたいに、あ、すごい。あ、ブランコあるね。埼玉の少女。埼玉の少女ってなんかいっぱいいるけど。あー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 。ああ。いいよいいよ、これ。気持ちよさそうだね。気持ちいいよ。ああ。ああ、気持ちいい。ああ。あら。ああ。何やってんだろうね、あの人。自撮り。なんだろう、これ。よいしょ。富士山見に行くんや。うん、松ぼっくり見つけちゃった。松ぼっくりぶったに見て。なんか面白いね、ここね。お約束があるんだ。何？あ、びっくりした。黄色いのって何だ。山の神様だ。楽しく終わりますようにってこれ。山の神様だって。秩父紅、秩父
瓶。綺麗。綺麗ね。うん。すごいね。綺麗ね。ねえ。いやもう山登りっていうよりも撮影大会になっちゃった。ねえ。すごいよ。そういえばね、わざとじゃないんだけど、うん。福寿草か。あ、本当だ。たまたまだね。うん、今ね、たまたま気づいたの。すんごい、もう群生ってるね。ねえ。少なくなったけど、道前のトンネルになってたんだね、ここね。お春だよね。いやいい感じだね。もうこの時期になると和田さんみたいな節分草はなかった。はい、そこだけちょっとキュートだよ。節分草あったんだけど、うん、ちょこっとだけ。森の美術館に来ました。今はこんなイベントがやってるみたい。これを使って修すると何か作れそうだね。土部事件なかったんだね。気をつけないと掘っちゃうやつ出てくるんじゃない。そんなアホなやつあんたしかいないと思うよ。だってさ、これ、はぁ、寝ようってこっちだけだった。いや、痛いけどちょっと引っかかると思うよ。危ないよね。危ないの。でもなんかいつか来たいかなってちょっと思った。その時は寝ぼけないようにしないとダメだ、ゆいちゃん。え、僕あれまったく始まったよ。何売ってないよ。どうした？種かと思ったの。種？うん、硬いと思ったの。これね。ここだ。あ、何何何何？つぶれるんだよ。すごいよ。すごいんだ。うん。硬いと思ったんだよ。それがね、ぬるってくる。ほら、柔らかいでしょ？そう、本当だ。なんか続きはなんか広い道に出てきたけど。うん、階段だね。稲穂山古墳。この先あれが古墳かな。あー、いい形の古墳。ちょっとおしゃれな感じだね。はい。古墳？どれが？これ正面。これ？あれが古墳なの？おお。な
なんでそんなに興奮に興奮するんだろう。興奮に興奮。意外にね、あんにゃんね、興奮好きなんで。近づいてきた。いやー、興奮いいにゃん。古墳だよ。ねえ、だって太古のロマンだよ。ねえ、太古のロマン、うん、どんどこどんどこのロマンだよ。ね、古墳だ古墳だ。古代の光と風の証。はい、じゃあここからは古墳が大好きなアンニャン先生に。アンニャン隊長行ってきます。ひなに山古墳。何これ。何これ。あ、これ三つ股になるんだ。これユニア咲いてないけど三つ股だよ。そうなの。うん、よいしょ。稲の超ビューポイント。すごい。オブジェは何だろう。どうだった。あ、よかったよ。よかった。岩の広場だって。次、展望エリアハイキングコース。はしゃぎすぎたのがちょっと疲れた。ほらね。え、あー、いい感じだよね。こんなとこテント入ったら最高だね。うん、シャワールームもあるみたいだからね。ここ左に行くね。ここ登ってくんだね。こっち山頂かな。そうなのかな。ヒイラギの葉っぱかな。ヒメヒイラギ硬いもんね。あ、やっぱそうだ。何これ。ヒイラギだよ。ヒイラギ。うん、なんか低山ってさ、急遠くない？いつも思うけど、喋れなくなってるんで。頑張んにゃんだよ。あともうちょっとかな。なんかいい感じ。あのさ、うん、やっぱり距離の短いとこってさ、うん、結構大変ね。結構急登が多いよね。ね。ああ、頑張んにゃん。このまま階段で行くか、岩の。普通に右から行こうよ。うん、だそうです。いいね、三つ股が咲いてる。ここが岩の広場っていうところなんだね。ちゃんこドライブできそうだね。山っぷ用のさ、三つ股取れるの。なあ、うん、綺麗。いいね、こんな岩の間に。なんかすごいね、奇岩っていうか、なんていうか、これは向こうに行くのかな。ここじゃなくて、さっきのこれをこっちの方にずっと行くんだね。
いやまるで遺跡だね。階段が出てきた。結構ね、急登だよ、これ。よいしょ。いやずっと階段だ、峠まで。うわ激登り。まだ続くよ。まだ続くの。あともうちょっとね。えぐい。どうなの、もうちょっとかな。これが三つ石、三つ岩が。おう、秩父の町がよく見えてるな。すごい綺麗だよ。すごいね、武甲がもね、すっごい綺麗に見えるよ。うわ、なんかすごいとこに立ってんね。どこにいるのかと思ったら。ここにいるよ。あの奥が美濃山なのかな。いやすごい絶景。どこもあんなに。あれが噂のかな。あれだよ。なんか今にも壊れそうだね。駆け出てきてるらしい。うん。あ、誰かブランコやってます。いやー、うん、何これ。アニアの大好きなやつ。2回目頑張ります。2回目。結構高いところからロープが出てる。はい。どうなの気分は。さっきと違う。さっきと違うね。こっちの方が面白い。そうかね、景色がいいよ。真っ正面武甲山だし。すごい。怖い。いや全然怖くないよ。なんか楽しそう。楽しいよ。っていうかさ、あんにゃブランコ3があるんだけど。やっぱり乗っちゃうんだ。お約束。わあ、本当に行くの？気をつけてよ。すごい揺れそうな気がするけど。バンブーツリー。風もあるし。わあ。爽快な景色をご覧ください。よいしょ。すごい角度。その上もあるからね。そっから急だね。気をつけんだよ。ちょっと確信部だ。これは帰りも気をつけないといけないね。結構高度感ありそうだね。あ、なんか上広いよ。うん。広いけどさ、少し揺れるみたいだけど。揺れるね。かなりね、頑丈に組んであるから大丈夫。おーい、こっちこっち。あー、こっちだ。おー、よかった。
いい景色？景色っていうか、なんか微妙、ここのが怖い。微妙に揺れてんね。微妙に揺れてる。いやあ、すごい、おい。なんか怖いかもしれないよ。足音がね、不安定かな。でもね、景色はいいです。竹でできたベンチもあるのかな。下山します。安全下山で行きます。よいしょ。怖いです。はい、問題はそこからです。もう一人です。頑張ってます。ほとんど回した。ちゃんと捕まってよ。お、無事生還してきました。寒かった。寒かった怖かったでしょ。いや、今日一の見せ場だったね。いや、すごいねこれね。ファイナル何個ね。あ、まだあったんだね。もう余裕だね。でもそのブランコは後ろないからね。気をつけてね。ちょっと待って、ここ土足厳禁だよ。そうなんだ。そうだよ。じゃあここに座ろう。ドッキンだよ、ドッキン。ちょっとびっくり。履物を脱いでゆったり堂々に寝て。すごいね。だからね、あそこね、曲がってこういく方が怖かった。あ、そうなんだ、うん、でも面白かったよ。大したもんだ、うん、僕はね、もう相変わらず腰がね、ダメなんで、うん、そう、ダメだよ。ユニアとかって言ったら危ないよ。腰抜けなんで、うん、腰抜け。じゃあご飯にします。ご飯タイムにゃ。久しぶりに山コーヒー持ってきました。コーヒータイム。コーヒータイム、うん、美味しいにゃ。なんか制覇した気分だよね。うん、まだ暖かい？ああ、全然暑い。暑い、うん。この木製コースターをさ、思わせるような。そうよね。今日は定食でハムチーズクロワッサンとさつまいもフレンチ。さつまいもフレンチ。うん、いただきます。うん、ほんのりほうじ茶風味。ほうじ茶なのこれ。ほうじ茶風味だって。なんで隠すの。あ、おいしい。おいしい、うんうん、よかったよかった。広げないのじゃなくて、さつまいもフレンチなのに、うん、ほうじ茶。変な感じ。どう？美味しい。美味しいよね。おじいちゃんも。オリエンタルな匂いだね。オリエンタル。パイの実だよ。パイの実？二種類の桃の贅沢なタルトだって。なんか美味しそうだよねこれね。
なんでそんな開き方なの。オープン、じゃん。いや普通だね。桃だよ、匂いが。桃、うん、これもうなんか桃食べてるみたい。うん、美味しいな。パノラマスポットみたいなところがあるかな。秩父盆地パノラマスポット、下山にゃん、下山にゃん。こっちからだね。うん。揺れてるよ。鳥の巣みたいだよね、これね。面白かった。見たら反り返ってるね、盛り上がってるみたい。何よ、なんか自分が作ったみたいなこと言って。面白かったね。面白かったね、うん、その山は遊べるね、うん、遊べるね。なんかいろんな見どころがあったね。あったね、うん、あったっていうか。結構一日かけて遊んでない。そうだね。すごい緩いはずなんだけどね、サブと終わるはずなんだけど、ダメだね。遊園地のように遊んでます。私たちに会うとダメだね。ダメだね。いや楽しいな、ここ。山は楽しくなくちゃ。キャンプの方たちかね、こういう風にね、ルートがないんだよね、うん、ここ山の。一個一個さ、かわいいよね。こんなとこにも見晴らし台みたいな。うん、テーブルがある。よいしょ。ああ。いいね。すごい景色だね。ね、ここもさ、うん、映えの山だね、うん、ねえ、この山から出たものなのかな。綺麗ないっぱいね。綺麗。あ、もうそこ、ドーム見えたにゃ。花咲いてる。え、こういうちっちゃい花咲くんだよ。ほらほらほら。はぁ、楽しかったね。お疲れにゃ。白が混ざってるね、この木は。頑張るにゃんだよ。な、頑張るにゃんだ。